海の森長崎ベイサイドミュージックカフェ。こんばんは、上奥舞子です。海の森長崎ベイサイドミュージックカフェへようこそ。店長の長崎出身のシンガーソングライター上奥舞子です。この番組は海の森づくりについて考える音楽番組です。海に囲まれた長崎、その歴史をたどってみても、そして私たちの普段の生活の中にも、海はいつも身近なところにあります。その海が今危機にさらされています。海を危機から守る、豊かな海を取り戻そうという活動が全国、そして私たちの暮らす長崎でも多くの人の手によって行われています。その活動を追いかけながら皆さんと一緒に考える音楽番組です。今週もカフェ海の森へご来店ありがとうございます。店長上奥舞子です。4月6日水曜日、4月に入りまして、新しい生活がスタートした方も多いと思います。生活がこれといって変わらない場合であっても、4月は、ね、お正月並みに気持ち新たに新しいことを始めやすい時期でありますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。そんな今の季節、海の旬といえばアサリ。栄養たっぷり大人気のアサリについて今週は学んでいきたいと思います。というわけで今週も行ってみましょう。私店長上奥舞子が海のことリサーチ中に発見した雑学発表。今週はもちろんアサリに関することから問題です。次の3つの答えのうち1つが正しい答えで、あとの2つは私が考えた間違った答えであります。アサリは水をきれいにする浄化する働きをすることで有名です。ナマコもそうでしたよね。海をきれいにしているアサリ、一体どのくらいの量を、どのくらいの量の水をきれいにできるのでしょうか。アサリはちなみに大人のアサリっていうのは3センチから4センチくらいの大きさです。参考ですね、参考にしてください。1番、1日におよそ1リットル。2番、1日におよそ5リットル。3番、1日におよそ10リットル。今日はシンプルですよ。アサリ一つがする働きの量ですからね。一体どのくらいの水を1日できれいにするのでしょうか。1曲お送りする間に考えてみてください。波の音に耳を傾けながら、心地よい音楽とこれからの話をしながら、お休み前の時間ゆったりと過ごしていただきたいと思います。この番組は2馬力の提供でお送りします。それでは海の森長崎ベイサイドミュージックカフェオープンです。宝物になるねって言って、
お送りしたのは横浜の長崎門さんからのリクエストで上奥舞子外は雨でした。さあ、アサリは一体一日にどのくらいの水をきれいにするのか、答え分かりましたでしょうか。正解は3番、一日におよそ10リットル。多いすごい。だってアサリ1個でですよ。あの小さなアサリがスピードとしては1時間に1リットルくらい浄化できるそうで、砂抜きの時に暗くしますよね。あれはですね、夜行性だからだそうなんですけども、なので夜のうちに海をきれいにするんですね。昼間はどうして活動しないのかというのは、眩しいからとかではないんですよねアサリには目はないそうなんです。二枚貝はほとんど目は持っていなくて、実はでも唯一持っているというのが、そう、以前雑学でも出ましたホタテですね。ホタテは1個の貝に80から100個の目があるともうすごいすごい見てますね。その差がありますけども、目がない貝と100個もある貝、アサリは目はなくて、でも昼間は天敵に襲われる可能性が高いので、お休みしてると貝を閉じてですね。でこの今の時期、4月から6月は潮干狩りのシーズンですけども、そう、今年はやっと開催される海が増えましたね。去年はコロナまん延防止で中止のところも多かったそうなんですけども、今年は長崎でも各地で開催されているそうです。その潮干狩りは、私たち朝から昼間とか明るい時間に行くわけですから、アサリの寝てるところをいただいているわけなんですよねちょっとそう思うと申し訳ない気持ちになるわけですけども、潮干狩りの時、私たちは砂のところを探しますよね。砂というか泥というか干潟のところですね。アサリは生まれた時は貝の形をしてないそうで、まだ干潟のところにはですね、いないんですね。生まれたばっかりは。アサリは卵で生まれます。しかもこれもすごい、アサリは 2.5 センチくらいになると産卵できるようになるらしいんですけども、
その卵の数、 2.5 センチのアサリ1個が産む卵、1回でおよそ200万。その 3.5 センチくらいになるとおよそ600万もの卵を一気に産むんですって。で、そして卵から帰るとまず幼生として海の主に海面に近いところを泳いでいます。大人になっても海の中では小さな生き物ですけども、この幼生の時は特に波に流されやすいですよね。なので台風だったりとか大きな波があると遠くまで行ってしまう回で100キロも移動したりすることもあるんだそうです。それでもう一つ驚いたことがあったんですけども、九州のアサリといえば長崎ももちろん有明海は外せないですよね。その有明海にはもともとアサリはいなかったそうです。そうてっきり貝だから、これまでの流れからいくと、まあ、縄文時代とか貝塚から見つかってというのが貝はほとんどそういう話がありましたけども、関東の方ではその時代すでにアサリ食べられていたそうなんですけども、海を渡ってはるばる移動してきたことになります。そして貝の殻ができて、幼生から貝の殻ができて大人と同じ形になるときに海の底の方に降りて、最初 10メートルくらいのところにいるらしいんですけども、私たちが出会うアサリっていうのは干潟のところにいますね。浅いところにいます。そこまでどうやって一体来るのか、10メートルのとこからね。アサリはなんと足があります。そう、ちょっと思い出して、あ、2本出てる管みたいなやつかと思われた方もいると思いますけども、あの2本の管は足ではなくて、水を吸い込む管と吐き出す管で、足は貝の縁にあるベロのようになっているところです。つまりホタテだと目のところ、紐のところですね、あそこが足だったんですね。その足も使ってアサリは浅い場所を目指して、そして砂に潜るとそこからはあまり動かないんだとか。で、一曲お送りした後にアサリの今の現状学んでいきたいと思いますけども、今回実はアサリの歌がありますよと情報をいただきまして、それは今週にぴったりなことではないかと、かけようということになりました。今手元にその音源があるんですけども、早速聞いてみたいと思います。アサリ浜きみこ、アサリの歌。深川の佃煮だって美味しいよ。
さり浜きみこ、あさりの歌でした。元気になる曲ですよね。この曲、偶然にも作詞作曲されている赤塚このみさん、知っている方だったんですね。私ね、それで少しお話を聞いてみましたところ、キッチンで洗い物をしていて急に歌詞とメロディーが降りてきたんですって。で、赤塚さんは私の知る限りでもですね、誰かの応援をするのがもう大好きなパワフルな方で、今は地元である神奈川県のあざみ野と多摩プラザに新しい商店街を作って地域を盛り上げるという活動をされているそうなんですけども、ご自分がキッチンで歌っていてとってもいい曲だなと思って YouTube に記録用としてアップしていたところ、いつの間にか再生回数が1万回近くになっていて、せっかくだから記念に CD 作ろうかって、そしたらビデオも作っとくかとアップしたところですね、話題を呼んでいろんな方が集まって、今では体操だとか手話もあるそうなんです。で、10カ国を超える言葉でも日本語の読み仮名を振って今 YouTube にアップされているそうなんですけども、詳しくは海の森ウェブページにリンクも貼っておきますね。この赤塚さん、ご自身でも一番好きな場所が4番の歌詞で、殻の模様のことを書かれてるんですけども、殻もカラーもオリジナル、自然のアート、世界に一つ、おしゃれでハッピーというところ。そう、アサリは一つとして同じ模様の貝はないんだそうです。そこから一人一人違っていいというメッセージも込められていたそうで、応援歌なんですよね。そしてアサリは全国で減っているというニュースもよくこの何年間目にしますけども、アサリも盛り上げたいと赤塚さん、そうなんですね。有明海でも平成23年あたりから数が減っています。全国でも共通している考えられる理由というのが、一つがですね、海に流れ込む川の砂が減ったこと。アサリは最終的に川の水が流れ込む内湾の海が住みやすいそうなんですけども、開発で川の砂減っちゃいましたね。そしてもう一つ、天敵の存在です。鋭い舌でアサリを削ってですよ、あの一番尖っているところのアサリの殻を削って穴を開けて内臓を吸うという冷たがいという貝がいるんですよ。もうまさにやることが冷たい感じがしますよね。そう、そして仲間でたくさんマット状に連なってアサリの上に覆いかぶさってしまって呼吸できなくなってしまうというホトトギス貝、この貝の大量発生とかですね、あとはアカエイ、エイが食べてしまうと、潮干狩りでエイに気をつけようとよく言われるのはですね、アサリを狙って来てるのもあるんですよね。で、それらをなんとか改善するために2000年以降は川の砂をコンクリートなどに使うことは禁止になりました。そして有明海の干潟のところに砂を撒いているそうです。それはあの全国の海でその砂を撒くという活動はされてるんですけども、そしてプラス天敵たちの駆除とアサリに保護するネット網をしたりして、小さいものは海に戻すとということをやっていきましょうということを活動されてます。取りながらでも育てながら、そして環境も改善させて共存していこうということなんですね。もう漁師さんはやっぱりどんな海産物においても取ることも大事ですけども、育てていくことが同時に大切だと。少しずつ2000年以降の働きで数が回復している浜もあるそうなんですけども、まだまだ少ないそうです。守りながらいただくためにも、ぜひ皆さん優しい気持ちで潮干狩り楽しんできてください。このコーナーの最後はリリースアスカさんのリクエストで、福山雅治、桜坂。お送りしたのは福山雅治、桜坂でした。リリースアスカさん、リクエストありがとうございます。そしてメッセージも今週もいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム北有馬のヨッシーさん、こんばんは。大人になってからは行く機会が少なくなりましたが、子供の頃は自宅から自転車で10分ほどの海岸へよく潮干狩りに出かけていました。取ってきたアサリは母や祖母が塩抜きして料理をしてくれていました。ちなみに僕が一番大好きなアサリ料理はバター焼きと味噌汁です。ちゃんぽんにも美味しいですよね。
マテガイのこともぜひ調べてほしいですといただきました。そう、アサリは栄養もたくさんなので、お味噌汁とかお吸い物だとスープに栄養が溶けて全部いただけるそうです。自転車でっていうのもいいですね。メッセージありがとうございます。マテガイ来週調べておきます。ありがとうございます。続いてラジオネーム、イマリのポンタさん、こんばんは。海の幸どれありがとうございました。今夜はポテトサラダを作るので早速海の幸どれを楽しみます。送っていただいたのが少なくなったら長江さんの通販で購入する予定です。番組1回目から聞かせていただいてます。毎回勉強になることが多いので楽しみですといただきました。先週のリスナーさんプレゼント企画でありました、長江醤油さん海の幸どれ届いてますね。ぜひご感想も送ってください。ありがとうございます。その他にも変身忍者嵐さん、マルベリーさんからもドレッシング届きましたとメッセージいただいております。そしてマルベリーさんはやっぱりアサリはバター炒め美味しいですよねといただきました。バター炒め人気ですね。美味しいですもんね。そう、あのパンにも合うしご飯にも合うと。ちなみにアサリの歌の赤塚好美さんはアサリキムチ、キムチとアサリを煮るだけ簡単ですごく美味しいと情報、作り方もいただきましたので、海の森ウェブページにそれも載せておきます。このコーナーの最後は上奥舞子寄り添い。
お送りしたのは上奥舞子寄り添いでした。今週のカフェ海の森いかがでしたでしょうか。ご紹介できなかったメッセージまた来週にご紹介したいと思います。そして来週はですねゲストまた来ていただけます。もしかしたら最年少のリスナーさんかもしれない、長崎市内に住む小学5年生の北野雄介くんが長崎の海についての自由研究、そしてゴミ問題、ビーチクリーンについてお話ししてくれます。だんだんと海で過ごしやすい季節にもなってきました。皆さんぜひ今年海でしたいこと送ってください。私は実は釣りに行ったことがないので、釣りに行って魚をさばくこと、今年海でしたいことです。まあ、さばくのは海じゃなくてもいいですね。その家に帰ってからでもいいんですが、釣りに行ってみたいと思います。皆さんの今年海でしたいことお待ちしてます。メッセージリクエストの宛先は、はがきの方は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ海の森、ファックスの方は 095-824-9999、 メールの方は nbcrd@nbc-nagasaki.co.jp、 NBC ラジオのウェブサイト NBC アプリでも受け付けております。そして海の森上奥舞子で検索していただくと海の森ウェブページがあります。今日のまとめですとかこれまでのことも書いております。アサリの歌のことも書いております。閉店後はぜひそちらへ遊びに来てください。それでは海の森長崎ベイサイドミュージックカフェ、そろそろ閉店の時間となります。お忘れ物のないように。この番組は2馬力の提供でお送りしました。来週もご来店お待ちしております。店長上奥舞子でした。おやすみなさい。